今井麻美のシンガーソングゲーマー。皆さんこんにちは、今井麻美の SSG330 回目でございます。いやついに皆さんの時間軸に私も追いつくことができました。そうなんです、2015年の私の夏はようやく終わりました。アニ様終わりました、よかった。いやもうね、大失態ぶちかましまくって、今日のラジオは実は今井さん落ち込みすぎて喋れませんみたいになってたらどうしようかと思ったんですけれども、そんなことは一切なく、いや楽しかったですね。楽しんでいる自分が怖いと思うぐらい楽しかったですまあね、アイマスの方では何度も出させていただいていて、アニ様がどういうものかっていうのを知っていたというのはすごく心強かった部分でもありましたし、初日にねミュージュさんとのコラボをアイマスでやったりとかしていたので、もう本当にこう何か本来だったらアニ様に出ること自体が私にとってすごいもう待ち望んでいたことでもあったし、アニメのタイアップがようやくいただけて、しかも素敵な作品だったということで、出場をねこう皆さんに許されたという身でもありますので、なんかこうそこにこうプレッシャーを普通なら感じるべきところなんでしょうけれども、とにかく初日のコラボの練習とかでもいっぱいいっぱいになっていて、もうそれに追いついていくので一生懸命だったっていう、もう本当楽しかったんですけどね、あったから、逆に自分のソロは本当に肩の力が抜けてと言いますか、本当気持ちよくステージに上がることができたような気がします。でね、朝焼けのスターマインを歌わせていただいたんですけれども、ソロではこうね、皆さんアニメが流れたから私かなと思いきや、のシークレットでリングオブフォーチュンを歌ってらっしゃいますね、佐々木えりちゃんが先に出てきたということでね、なんかそういったサプライズ感もあってからの私ということもあったので、皆さんも逆にねこう応援していただくのにも少し心の余裕がひょっとしたらできたんじゃないかなと思って、素敵な佐々木えりちゃんの歌声にね癒されてからの私ということでもあったので、なんか温かい気持ちで聴いてくださったんじゃないかななんて、私も後ろで歌をこう準備しながら思っていました。とにかくね、本当アニプレックスさんがここぞとばかりにというか、もう本当アニメの一番いいところを後ろに流してくださって、なんてありがたいんだろうと思って、まだね多分その間は販売は追いついてないのかななんて思ったりもするんですけれども、ちょっとね詳しい状況は私もわからないんですが、ブルーレイ DVD が、ね、出てる回8話が出てたかどうかちょっとわからないんですけれども、とても作品の中でも重要なシーンの一つでもあるので、そこのシーンをまるまる私の歌と一緒に流してくださったっていうので、アニメをね好きで見てくださってた方はより、まあこの後の展開を知ってるからこそ何か掴まれるものがあったんじゃないかななんて私も思いながら歌ってました。でどういう風に歌おうかっていうのをすごく実は本番まで決めきってなかったんですよ。結構朝焼けのスターマインっていろんなところで歌わせていただいていて、その時の感情だったりとか状況だったりとか景色だったりとかお客さんとの対話の様子だったりとか、いろんな要素ですごくイメージが変わる歌だなというふうな印象を私は持っていたので、一体じゃあアニ様のステージで大きなソロだと一番大きな会場になるので、どういう自分はイメージで歌うんだろうかっていうのがピンときてなかったんですけれども、なんか歌ってるうちにこう少し余裕のある雰囲気というよりかは思いが届くようにちょっと背伸びした感じの歌い方にあなってるなーなんて思いながら、ちょっといつもよりも気持ち力をグッと込めるところは込める、抜くところは抜くっていうメリハリがついた歌い方になったのかなって思ったのも、見えてた景色がね、この番組でもなんかもともと朝焼けのスターマインのイメージカラーは黄色だったりオレンジだったりなんて話をしてた中で、途中でねふと気がついて、これまずいぞと、私のイメージカラーが青だから、これ会場で多分さ何ライトも青が多くなると思うから、
そういった意味できっと釣られてみんなきっと青になるぞっていう思いがあったから青も急遽って言ったのが逆に本当に良かったなって思ったのが、このラジオをすっごい聞いてくださってる方は3色持ちしてくれてるのが超見えるんですよ。これが私にとってどれだけ心強かったかというか、あのやっぱりこう歓声だったりとか割と客席も見えるので、1日目でも客席が見えることを確認していたので、きっとあのいつもイベントとか来てくれる人がいるななんていうのがね、ステージ上からも、まあ、前の方は確認ができるんですけれども、まあ、あの中盤以降というか、うん、そうだな、まあ、何メートルか10メートルぐらい離れちゃうとだんだんちょっと識別が難しくなってくるっていうステージだぐらい、そのぐらい広いステージだったんですけど、そんな中でも確実に4階だろう、4階っていうのかな、400レベルとか言うんですかね、なんか一番上の方500レベルとかでも、あの私のこのラジオを聞いてくれて3色ぶりをしてくれてる人が確実に確認できるんですよね。これは本当にナイスって思いました。すごく綺麗でした。だからより夜空感が増してて、後ろの花火の景色と相まって、客席も一緒になんかこう演出に参加してくれてる感じがして、めっちゃ綺麗でしたね。早く皆さんにもね、何か映像化になった時には見ていただきたいなと思う景色が見れたんじゃないかなって思いました。本当に素敵な景色を皆さん見せてくれてありがとうございます。あのね、来られなかった方は結構あのメイジスの三郷さんが私のこういろんな方と一緒に撮った写真なんかをツイッターとかでアップしてくださっているので、そちらを見て様子を伺っていただければ嬉しいななんて思うんですが、なので今日はもうもちろんではございますが、本当に皆様からの感想メールがたくさん届きました。ありがとうございます。嬉しい限りです。後半ではそちらをご紹介していけたらななんて思ってます。はあ、いやでもなんかね、今回だからリハと合わせて、まあ、ソロの方のリハとグループの方のリハとっていうのが同じ日に、あのいわゆる現場ゲネって言われてるものは同じ日にあったので、本当に朝から晩まであの会場にいるっていう形になったんですけれども、あの今回、まあ、中にはねお泊まりになってらっしゃった方もいらっしゃったんですけれども、今回私はあの毎回帰るっていう選択肢を取ってしまいましてですね、こうゲネが終わってから埼玉から戻り、本番行き戻り行き戻りっていうのを考えると、泊まった方が良かったなって思いました。でもなんかそれも慌ただしくてちょっとワクワクしましたね。なんか早く帰らなければみたいな感じがあったりとかして、そういうのも楽しみながらできたっていう、心の余裕があったっていうのも、この年になってやっと出られた兄様だからこそ余裕があってよかったなって思いました。これがきっとね、若くしてたくさん出てらっしゃる方いらっしゃいますけど、あの私みたいな性格を考えると、若いうちにピョンって出るよりは今の年になって出れて自分の思うようにステージができたっていう、この喜びの方が自分には合ってるのかなと思って、スロースターター極まりなしって思いました。ね、来年また、ね、出られるかはもう本当に私には何とも言えなくて、またアニメのタイアップとかがないと、ああいう場にはどうしてもあの参加させていただく私にはきっと権利がなかなか発生しないと思うので、今後どんな風になっていくか分かりませんけれども、あのいつねどういうオファーが来ても楽しめるような、ライブステージをできるように、これからももっともっと技術磨いていきたいなっていう風に思いました。本当に関係者の皆様、私をここまで押し上げてくださってありがとうございました。そしてね、長時間のライブだったんですけれども、最初から最後まで見てくださった、皆さん本当にありがとうございました。とっても楽しかったです。イエーイ。すごいよね、本当に結構いろんな人に言われましたね。初出場なのにえらい落ち着いてるねっつって、複雑な思いだったんですよね。初めてだけど初めてじゃないっていう、この感じ。何人かいましたけどね、同じ経験値上昇中メンバーとかも、初めてだけど初めてじゃないみたいな、あの不思議感覚でね一緒にやってて超楽しかったです。うっちーばえるちゃん本当にありがとう。もう3人で組めてめちゃめちゃ楽しかったし、今回あの
振り付けの先生がいらっしゃったんですけど、がっつり振り付け教えてくださるっていうよりかは、もともと南家やってる皆様が やったステージの動画を渡していただいて、振り付けコピれるところがあったらどうぞっていただいていたので、それを見ながら、あ、こんな感じかしらとか言って自分も覚えていったんですけど、まあ、細かいところの立ち位置だったりとかをやってくださる先生が、もともとウッチーとかパイルちゃんとかがすごく仲のいい先生だったみたいで、私は初対面だったんですけど、なんかその先生がすっごい楽しい方で、なんかウキャ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 おしゃべりしてたらですね、なんだか妙に私のことを面白いと思ってくれたみたいで、顔を合わすたびに、いやー今井さん面白いよねって言ってくれるのがなんでだろうと思いながらそうっすかって言いながらねやってたんですけど、なんかその先生が最後に、この3人の3姉妹は私すごい好きだよって言ってくれたのが超嬉しかったですね。私が一番の完全なるお姉ちゃんなんですけど、だから2人のね、フレッシュなこの若さあふれるパフォーマンスに頑張ってついていかなきゃって思った結果、えらい声を作ってるっていうのがね、後々とちょっと映像になった時恥ずかしいんですけどねキャーみたいな、うわーやりすぎたかしらみたいなリハの時そこまで作ってなかったじゃんみたいな思いとともに、やっぱテンションぶち上がるとそこまでなっちゃうんだなって思ってですね、私だって認識してもらえる流れでよかったなって思いました。それこそウッチーとパイルちゃんが先に出てて、私が呼び込むっていう形だったから、少なくとも私同じ衣装だから、あれが今井麻美だっていう認識はできると思うんですよね。ただ逆だった場合、例えばウッチーとかパイルちゃんが私を呼び込んでくれるってなった時には、着替えて多分来てたと思うので、そうすると声も違うから誰やねんってなってた可能性ゼロじゃないなと思って、そういう意味では良かったなって思いました。自分で突っ込んじゃったんですよ、誰やねんっていやいや本当楽しかったし、衣装もね、兄様で 初お披露目の衣装ということになって、今回もおりえちゃんがせっせと縫ってくださったんですけれども、いや本当素敵な衣装でよだれ出まくりでございました。もういやもう嬉しくて嬉しくて、もうね細部にわたるまで本当にいろんな方に見ていただきたいレベルのすごいクオリティの高さでしてね、いや可愛かったですね。楽屋とか歩いててもいろんな方に、うわ衣装素敵って言っていただいたので、ちょっと鼻高々でしたね。はい、話したいことたくさんあるんですけれども、また普通音でね思いついたりとかしたら喋っていきたいと思います。それでは次のコーナー行ってみましょう。どうぞ。カルト M。 このコーナーはリスナーさんから出題される今やさみに関するカルトの問題を今やさみが答えていくというコーナーです。カルト M レベル1、会員番号910番、ハンドルネームクラウンアネモネさんからの問題です。ミンゴスが大人買いしてみたいものは、あ、夢でいいですよね、実際にやりたいわけじゃないですよ。お店で洋服屋さんに行って、ここからここまで全部ちょうだいって言ってみたい後で困るけど。カルト M レベル2、ハンドルネームマスターさんからの問題です。ミンゴスが見る夢の中に一番多く登場する人物は誰？私？カルト M レベル3、ハンドルネーム緑色のうさぎさんからの問題です。愛について教えてください。え？今井麻美の15枚目のシングル、テレビアニメプラスティックメモリーズエンディングテーマ、朝焼けのスターマインが好評発売中です。アニメ版は動画工房書き下ろしジャケットに加え、プラスティックメモリーズノンテロップのオープニングエンディングが収録です。そしてアイラと司のプラスティックメモリーズオリジナルミニドラマも収録しています。 DVD 付き版、通常版もよろしくお願いします。今井麻美の16枚目のシングル、バビロンビフォーザデイブレイクが好評発売中です。新曲バビロンのほか、任天堂 3DS 版コープスパーティーフラットカバーリピーティッドフィアオープニング曲シャングリラ2015バージョン、 SSG のミュージックパズルで制作しているディープオブフェイスが収録されています。皆さんぜひ聴いてみてくださいね。
ファミセン。このコーナーはファミ通 .com 編集部から派遣された謎の司令官みおちゃんがおすすめするゲームを、真のゲーマーを目指す私今井あさみが実際にプレイして紹介するコーナーです。前回の司令書に書いてあったタイトルはタイガー&スキットさんから配信中の Xbox One Steam 用ソフトビヨンドアイズということで、予告動画でね、あの久しぶりに北口徒歩2分くんがね登場してくださって、一緒にねあのゲームの説明なんかもしてくださいましたけれども、いや素敵な作品でしたね。なんかあの色彩豊かというか水彩画のようなタッチだったんですが、どんなゲームかと申しますと、盲目の少女ラエちゃん、とあるあの事故がきっかけで目が見えなくなってしまったラエちゃんが、親友の猫ナニを探すために冒険に出かけるアドベンチャーゲームということで、あのラエちゃんもともと目が見える子だったんだけれども、あの冒頭にねピーポーピーポーっていう救急車の音があったんですけど、その事故をきっかけに目が見えなくなってしまったということで、そのラエちゃんが見えているであろう視界を、まあラエちゃんを視界に捉えているので、私的にはラエの視点というよりかはラエちゃんのお母さんの視点、ラエちゃんが冒険しているのを温かく後ろから声をかけずに、でも何でもやっちゃうとこれから先ね、やっぱ両親の方が順番的には先に天国に行ってしまうであろうと思われるから、目が見えなくても一人で生きていけるようにっていう風にお母さんやお父さんがこう思いを込めてね、こう手を出したいところをぐっとこらえるっていうイメージがすごく強いなという視点だったなと思うんですが、もともとは家でねこう目が見えなくなってからはお家で遊んでたんだけれども、猫のナニちゃんがですねピョピョピョっと好きなとこにフラフラ出かけてっちゃうんですよね。なんか詳しいことはちょっと分かんなかったですが、オスならば発情期になるとね家を出てしまうって話はよく聞きますし、私が昔すごくハマってたニコニコ動画とか YouTube とかで上がっていたフチャギっていう猫が、沖縄の猫がいたんですけど、私もその動画がもうめちゃくちゃ好きで、今でもたまにね思い出した時かのようにね動画見たりとか買った写真集を見たりとかしてニヤニヤしてるんですが、ちょっとフチャギに似てるんですよね、毛の色とか。フチャギはあの顔のところが白くなってる子だったんですけど、でもなんか何が茶色の毛で短毛でなんか目がクリクリしててちょっと太っててで丸顔のこうスコティッシュとか、あとはなんてあの短足の猫ちゃん、ちょっと名前忘れちゃったけど、そっち系の猫ちゃんのね顔をしててすごく似てるなって思ったんですよね。なのでなんかそれもこう感情移入しちゃうというか、結果フチャギくんはですねある日突然旅に出てしまうんですよ。ですごく可愛がって育ててたけど、まあ、男の子だったっていうのもあって、でちょっと人見知り、猫見知りの猫だったんで、こうたくさん家族ができていくうちにね居心地が悪くなったのか家を飛び出してしまって、結局今でも帰ってきてないというふうに聞いているんですけれども、それを思い出してもう胸がキューンってキューンってなりましたね。もう何ちゃんが追いかけていきたくなる気持ち超わかるみたいな、自分がふちゃぎ飼ってたわけじゃないのに、もう本当にそう、何ちゃんを探しに行くことで閉じられた世界からまあ飛び出していくラエっていう少女をね、こうみんなで見守る的な感じなんですけど、本当にこれゲームをしてみないとわからないんですけれども、ちょっとね動画の中でも解説しましたけど、やっぱ使っているボタンは本当に十字キーというかコントロールの前に進む十字で動かすぐらいしかないんですよ。で詳しいことは説明書読んでないからわかんないんですけど、ここがストーリーが進むところだよってなった時に、どうもなんか風みたいなのが少女の周りにふーっと出てきていたので、そういうのであここなんだなって思ってそこに立ってたり、そこにちょっと向かってボタンを押したりとか、こう矢印をかじゃない十字キーをグッと押し込んだりとかすると、その後ゆっくりライちゃんが障害物を乗り越えたりとかしてくれるんですよね。なので本当に複雑な操作はしてないんですけど、
このゲームを作られたのがね、それこそニフンさんとかミオちゃんからも解説がありましたけれども、あの一人の女性クリエイターの方が全部作ってらっしゃるっていう風に聞いて、なんかすごく合点がいったというか、あの彼女が不安に思ったりとか、こっちで合ってるのかなって思ったりとかすると、自分がこう例えば道を歩いてる時よりもなんか抵抗感を感じるんですよ。こう同じように前に進むっていう風にキーというかスティックを押し込んでるんですけれども、前にだけどスタスタ歩く時とちょっと粘着的な歩き方をする時とっていうのがあって、きっと彼女がそれをあの怖がったりとかして前に進もうか悩んだりとかする時に、その抵抗感があのゲーム上で再現されてるんだなと思って、一体どういう風な仕組みでできてるんだろうっていうのをすごくこう操作しながら、あの不思議に思いつつめちゃくちゃ引き込まれていきましたね。感情移入が半端なくて、おそらく今日私がプレイしてるのを見ててるとわからない部分も実際にプレイすると体感的にわかるというか、あここ草むらだからちょっと抵抗感感じるなとか、なんかまっすぐ歩けてない気がするみたいな風に自分がどんどん思ってくるんですよね。それがなんかほんとよくできてるなという風に思いました。で、さっきね風が吹いてきてっていうのもありましたけれども、あの音もすごく重要だなっていう風に思って、もともとねライちゃんは今目が見えていないということなんですけれども、あのやっぱり目が見えていないということは他の五感をフルにね、あ五感というか感覚をフルに生かしてきっと生活しているんだろうということはたやすく想像はつくので、やっぱ音に自分もどんどん敏感になるっていうか、向こうでカエルの声がするとか鳥の鳴き声がしたとかなると、なんかライちゃんもそうだし私もなんかピクって動くっていうか、そういうのを今私はすごく目が見えているに人生を歩んでいるので、おそらくこのまま生活していれば年を経て老人になってどうなるか分かりませんが、おそらくよっぽどのことがない限りは見える生活を送るのであろうと思われるんですよね。そう思うと体感できないものっていうのをなんかすごくこうこのゲームで知るというか、だからといって教育的な要素があるかっていうとなんかちょっと違うというか、純粋に何か困難な状況にあってもこう宝箱の中に押し込めてね隠しているっていうことをするのではないっていうのを、それよりももっと飛び出してみて方がこう世界が広がるっていうワクワク感の方が大きいゲームだなって思いました。で、私はそこまでちょっとね皆さんにプレイでお見せすることはできなかったんですが、この後どうなるのっていうのをミオちゃんと、ニフンさんに聞いたんですよ。そしたらどうやら街にも行ったりするかもしれないみたいな雰囲気だったんです。いやこれはちょっとね草むらでは感じられなかった、もっとライちゃんが感じるドキドキ感みたいなのがより増すんじゃないかなと思って、この先がすごく気になったゲームだなって思いました。なのでぜひぜひ皆さんもですね、あのこれ本当おすすめのゲームだなって思いますね。あの噴水だと思って近づいてみたら下水のね水道から流れてる水だったっていう、こういう細かい表現とかも、この作者の方は一体どうして本当このゲーム作ろうと思ったんだろうってインタビューしたいですね。例えばご自身もそういう境遇なのかとかじゃないと、なんかなかなかこんな繊細な部分まで思いつくのかなっていうのをなんかすごく思っちゃいました。なのでね、もしあの遊べる環境がある方は遊んでみてください。というわけでタイガー&スキットさんから配信中の Xbox One、 そして Steam 用ソフトビヨンドアイズご紹介しました。それではそろそろ来週の指令書を開封したいと思います。指令書、ミンゴスさんこんにちは。こんにちは。次回は伝説の英雄が帰ってきます。その英雄の名前はスネーク。もう発売されてますもんね。
はい、もうお分かりですね。次回取り上げるゲームはメタルギアソリッド5ファントムペインということで、ミンゴさんの華麗な潜入見せてくださいね。過去私が華麗な潜入を見せたことがあるか、いやない。まあでも私なりのスネークさんをね、皆さんにご覧いただきたいと思います。それでは頑張ります。謎の司令官みゆちゃんよりでした。それでは来週のゲームはメタルギアソリッド5ファントムペインに大決定。以上ファミセンのコーナーでした。ミンゴスだよ、お便りコーナー。さあ、兄様行ってきたよっていう方のメール本当たくさんいただいているのでご紹介していきたいと思います。まあ基本はみんな本当お優しいから、ミンゴスおめでとうとかキラキラしてたよなんていうメールがね、とてもとてもとても多かったんですけれども、そういうのをたくさん読めればと思います。ハンドルネームマリアさんからいただきました。ありがとう。今井さんこんばんは。こんばんは。兄様お疲れ様でした。イエイ。私はちょっと行くことができなかったのですが、2日目に行った知り合いの方が朝焼けのスターマインが一番良かったと報告してくれてすっごく嬉しかったです。嬉しい、こういうの超嬉しいよね。何どういう声を出してんだ。サンゴーさんのツイートで衣装のお写真もバッチリ拝見できました。青くてキラキラでまるで氷の妖精みたいで素敵でした。兄様衣装を着た今井さん生で見たかったです。今後披露の機会はないのでしょうか。兄様に限らず今井さんの衣装は CD のジャケットやライブなどでとても可愛いものが披露されていて、次の衣装に移り変わっていくので少しもったいない気がしちゃうんです。保管の問題などもあるかと思いますが、マリアちゃん詳しい。とりあえず兄様の青衣装だけでもいいので、過去の衣装に再び袖を通してくださる日をお待ちしていますという。ことでね、いやこれはね、私も早くもっとみんなに自慢したいぐらい素敵な衣装なので、交渉しておきます。どっかで着たいって言ってみます。続きましてハリサンドさんです。ありがとう。あさみさんこんにちは。こんにちは。兄様お疲れ様でした。ありがとう。私はフェス系のライブまでなかなか遠征はできないので、兄様はもしあさみさんがソロで参加する時があったら絶対に行こうとあさみさんのファンになった時から決めていました。そして今年の春発表された瞬間先行チケットに応募。今年は一度もあさみさんのライブやイベントに参加できていなかったので、この日を優先して初めて埼玉スーパーアリーナにたどり着きました。兄様のような大きなライブはそれまで聞いたことのない、きっかけのなかった人にもこの人の歌はいいなと興味を持ってもらえる大事なチャンスであることを、私もあさみさん以外の出演者に対して実感しました。200レベルから見下ろして朝焼けのスターマインを歌うあさみさんを見て、この日の舞台に立ち会えたことに本当に感謝とお礼を言いたいと思います。夏の思い出を、本当に夏の最後の思い出をありがとうございました。ではということでね、いやそう思う。私もこの人の歌いいなって思っていただけたらいいなって本当に思いながら歌ってたんですよね。引いてはこのアニメ、例えばプラメモをね、本当に多くの方に見ていただけたアニメだったけど、兄様をきっかけにもう一回見てみようかなとか、このアニメ見ようと思ってたけど1話で見なくなっちゃってたんだよななんて人もいたと思うんですよね。とかそれこそ全然知らなかったって人もいたと思うんだよね。なんかそういう人たちにこの作品気になるなって思ってもらうためにはやっぱり自分の歌が届かないとダメだなって思ったんですよね。なので歌唱力っていう点では自分はもう全然自慢できるところまでなかなかまだ自分ではたどり着けていないと思っているけど、昔に比べたらねちょっとは上手になったかなって思いたいけど、でも心を伝えることはどんな時でもできると思うから、なんかこの歌声いいなとかこの歌気になるなって思ってもらえたら最高だなって思いましたね。えどのくらいそういう風に思ってくださった方がいたのかっていうのは正直今の私には分からないし、今ねさっきのマリアちゃんのねメールにもあったけど、友達がいいって言ってたよなんていうことでしか私は伝え聞くことができないからね、ぜひぜひもしそういう方がいらっしゃったら私の9月と11月のライブもお誘って
お誘い合わせの上来ていただけると嬉しいななんて思うんですよね。あ、なんかそんなメールも来てたな。この方だ、泡の出る飲み物さんからいただいたメール紹介します。今井さんこんばんは。こんばんは。兄様2日目参加してきました。最初は兄様に行っていなかったのですが、あさみさんのソロ初参加を応援したくて今回は行くことにしようと決めました。会場を埋め尽くしていた青い輝きの中で朝焼けのスターマインを歌う今井さんを見て、民族でよかったなぁとなんだか嬉しくなってしまいました。その上コラボまで聞けてとても楽しい時間過ごせました。ありがとうございます。ところで今回の兄様に、音楽全般大好きだけどアニソンはあんまり聞いてないという友人を、あまりじゃないのかな、アニソンは聞いていないという友人を誘ってみました。結果とても楽しかったらしく、会場を出たところで誰かのライブに行ってみたくなったとつぶやいていたので、すかさず今井さんのライブに誘ってみました。ナイスナイスだぞ、泡の出る飲み物さん。9月は予定が合わず無理でしたが、11月のライブには一緒に行くことになりました。今井さんの歌声に魅了されてファンになってくれること間違いなしですといただいちゃいました。ありがとう、ナイスナイスナイス。いやー、こうやって私は支えられてるなって本当に常々思います。続きまして、イカナゴ教授からいただきました。ありがとう。てれれれってってってー、ミンゴスはレベルが上がった上がりましたよ。あさみさんこんばんは。こんばんは。初日はアイマスとして、2日目は念願のソロアーティストとしてのアニサマ2015ザ・ゲートへのご出演、本当にお疲れ様でした。初日のコラボの方が話題性としては大きかったのではないかとは思いますが、個人的にはやはり2日目に対する思い入れが大きかったです。メインモニターにプラメモの映像が流れて、いよいよミンゴスかと身構えていたら、まさかの佐々木エリさんの登場で、プラメモファンとしても嬉しいサプライズでした。最後の挨拶では内田彩さん、パイルさんとのコラボで歌われた経験値上昇中にかけてたくさんの経験値を得られたとおっしゃってましたよね。レベルは上がりましたか。今回のアニサマで得た経験を9月のライブで見せてもらえると楽しみにしていますと。はい、追伸、カーテンコールでマモこと宮野守さんが出てきた時、あさみさんだけがやれやれまたかまたお前かといった感じの表情をしていたのが最高にクリスっぽかったです。かっこ笑いと。そうなんですよ、今回偶然なのかどなたかのあれなのかはわからないんですが、11月に出る新作のシュタインズゲートも控えてということで、宮野くんのお隣にねちょっとちょこんと立たせていただいてありがたい限りだったんですが、いつもと違って挨拶がこう曲中であるということで、こう割と限られた時間だったりとか他の人と絡む時間タイミングもなかったりとかだった時にっていうのを演出方法を聞いた時に、結構宮野くんも言ってたんですけど、下着ごっこできないじゃんみたいに言ってたんですよね。なんかこう漫才じゃないですけれども、でね、こうまあそうだねっつって言ってたので、じゃあせめてと思って、本当にそう思ってるわけじゃなくて、やっぱり宮野くんは本当にやっぱりカリスマ性がすごいなっていうことをね、ああいう大きな舞台だと改めてすごく感じるんですけれども、みんなからも本当にもうこう人望が厚くて、かつこうオーラがやっぱりあの大きな会場でも本当に男の子で一人で出ていても本当覆い尽くすぐらいのオーラを持っている人だから、私ももう純粋にすごいなと思っていつも見てるんですけど、なんかちょっとでもクリスっぽい方がいいかなと思ってまたやってることがちょっと中二っぽいことするじゃないですか、出てきて喋んないとかなんかあの辺も、まあ、彼の個性でもあり、偶然にも岡部の個性でもあったりとかするところがあって、岡部っぽいなって思ったりもするから、わざとね困ったやつだよっていうのをマイムでやることによって、なんか気づく人は気づくかなって思って勝手にやってたんですけど、最終的には最後のランウェイ歩いてる時にフーハハ言ってましたけどね。実は私もツッコミ入れてたんですけど、マイクがオフになってたからあんまり聞こえなかったとは思うんですけれども、ふざけてんじゃないって言ったんですけど、私的には全然もっとやれっていう思いなんですけど、クリスならこう言うだろうなみたいなそんなのをね2人して隙あらば差し込むっていうそんなのをして遊んでました。はい、楽しんでいただけて幸いですね。すごいっすね、見えましたよ、どこに座ってるのかもバッチリ確認させていただきましたいい席取れましたね、イカナゴ教授。続きまして、
のんのんさんからいただいたメールです。ありがとう。8月29日に埼玉スーパーアリーナで開かれたアニサマことアニメルサマーライブ2015ザゲート2日目に行ってまいりました。ミンゴスはアイドルマスターの一員としても何度も出演されていますが、ソロとしては初出演、これは見に行くしかないでしょうと。もちろん前日のアイマスステージも見ましたよと。ゆるゆり七森中娯楽部の皆さんが大事件を起こした後、かっこ笑い、これすごかったですよね。会場のモニターにプラメモの映像が流れ、ミンゴスの出番だと会場の誰しもが思い、サイリウムを青色に準備すると、サプライズで佐々木恵里さんの登場、嬉しいびっくりでしたということでね。実はこの後、終わった後に佐々木恵里ちゃんとお話をしたんですけれども、佐々木恵里ちゃんが、今井さんってパーソナルカラーってあるんですかって聞かれて、あ、私は結構青が多くてって言ったら、あ、だからだって言ってて、何何って言ったら、佐々木恵里ちゃんはまだソロライブも開催していないし、それこそCD 発売イベントとか他はちょっとわからないですけれども、もうある意味デビューして突然アニ様っていう、私とはまた逆の意味でのびっくりななかなかこう私は出たいなと思っててもなかなか出られなかった立場であり、でエリちゃんはもうねえ、もうみたいな、しかもシークレットみたいな特殊な環境下で出演することが決まって、もう不安もたくさんあったと思うんですよね。自分が出てって大丈夫かなっていう思いもあったと思うんですが、逆にその大きなライブとかもうほとんど経験していないがゆえに、自分の時に何色のサイリウムが振られるかわからなかったんですって。で結構スタッフの皆さんとどんな風な景色なんだろうね、想像つかないねなんて言ってたところ、出てったら真っ青だったから驚いたっておっしゃってて、あ、じゃあきっと今井さんが出てくるって思われた方いらっしゃったんでしょうねなんて言ってて、じゃあこれからは佐々木恵里ちゃんもパーソナルカラーがこれで大決定的な感じになっちゃうんですかねなんていう話もしてたんですが、ぜひね、また本当に歌の上手な方なので、またソロのライブがあったりした時とかにはね、自分の世界をどんどん築いていってほしいななんていう風にも思いました。なんか今上から目線な感じで言っちゃうのも本当に不思議なご縁で、プラメモでオープニングエンディングを組ませていただくっていうのもすごいご縁だと思いますし、なんなら私の iPhone の中には佐々木恵里ちゃんの歌声がめちゃくちゃ入ってますからね。というのも私の持ってる仮歌と言われているキャラソンとかの代わりに私たちがレコーディングする前にもらうものに結構佐々木恵里ちゃんの歌声が入ってるんですよなので、あ、この曲も佐々木恵里ちゃんだったって、今と声違うみたいなぐらい、あ、アイドルものだからアイドルっぽく歌ってみたとか言って、普通に歌っていいよとかいう会話をするぐらい結構ご縁が深い方なので、本当にこれからの、ね、飛躍とを私も見守りたいなって思いましたし、一緒に成長していけたらなっていう風に思える仲間だなという風に私も思ってます。で、そうだよね、確かにシークレットだって、1日目もシークレットあったんですけど、1日目の場合はオープニングの方が発表されてて、エンディングの方がシークレットだったから、なんか逆にその流れがあったんですけど、いかんせん逆だったもんですからなんかでみたいなでもそこのびっくりも楽しんでいただけてよかったと思いました。はい、いやもうね、本当景色は一度見たらもうやみつきになっちゃうだろうなとは思いますよね。続きましてノナックさんです。ありがとう。アニメラサマーライブ2015出演お疲れ様でした。ありがとう。いろいろ初体験のことばかりの2日間だったと思いますが、2日目の今井あさみとしてのステージはソロ初参加と思えないくらい堂々としたステージで、胸や目頭が熱くなりました。終わった後にね、明治の現会長でいいのかな、私は社長って呼んじゃうんですけど、いまだに志倉さんから、お前初めてとは思えねえなって言っていただいて、ありがとうございますって、
なんか素直にそんな風に褒めていただけることあんまりないので、なんかそのうがった見方をせずに素直に受け止めようと思いますって言って帰りましたけど、そんな風に思っていただけたなら嬉しい所存でございます。最後にテーマソング歌っている時も宮野さんとシンデレラガールズの間で非常に生き生きされていて、宮野さんやアンジェラさんたちのテンションについていく姿が面白くて、おい面白くて目が離せませんでした。この2日間埼玉スーパーアリーナにいることができて本当に良かったですと。はい、ねえ、ザ・ゲート、今回本当に初参加であるにもかかわらず、私実はこっちも初だったんですよ。ソロ初でたくさん今までにもね、アイマスとしてはステージに立ってたんですが、結構アイマスは発表されるのが遅いパターンが多くて、今年ぐらいだったんですよね、ほぼほぼ初期の方に発表されたのが。いつも割とギリギリに発表されるってことがずっと多かったので、主題歌を歌うことがほぼなかったんですよ。あっても私は歌わなくて他のメンバーが歌うってことはあったと思うんですけど、なので私テーマソングこんだけ出てるんですけど、レコーディングしたの初めてだったんですよ。それもあって、なんかこのゲートっていう、ザゲートっていう、始まりザゲートはすごく思い入れの深い曲になったなと思いますし、とても歌う場所もね、初めてでもあるにもかかわらずいただけたっていうのを、なんか本当卑屈に思わず素直に、あ、任されたんだなと思って出せる限りの音量で歌いました。ちょっと割れるんじゃないかレベルでね、がっつり歌わせていただいて、その分恩返しをせねばっていうぐらいで気持ちで歌いました。なのでね、初めて尽くしでしたね。確かに。じゃあ本当たくさんいただいてるんですけれども、それこそ生で見ることはできなかったんですが、写真ではね拝見させていただいたんですけれども、フラスターと言われているものを出してくださった方や、今回もね写真をね添付して送ってくださった方もたくさんいらっしゃったんですけれども、本当にありがとう。なんか私以上にみんなが喜んでる気がして、なんだか遅くなってごめんねっていう気持ちが今すごい強いです。これからも頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後こちら、ハンドルネーム慎太郎さんです。どうも。兄様2日目参加しました。当日券の見切れ席でスクリーンやその下のステージは全く見えない場所でした。ただ、出演者の表情やスクリーン演出は見れなかったのですが、逆にステージ上から見ているものに近い感覚で会場の景色や雰囲気を感じられたのは良かったです。あ、なるほど、横だ。正直私の中ではスーパー席だと思ってるんですよね、あの席。席によっては私たちがスタンバってるところが見える席だったりとか、あとありがとうって言って帰っていくときに、その見切れ席は実はすぐね、ステージ上はすぐいなくなっちゃうんですけど、見切れ席の人たちとはずっと目が合うので、実は最後まで手振ってるんですよ。そういうね、ある種、映像見られない寂しさはあるとは思うんですけれども、そういった特別感のある席だなというふうに思っているので、ね、そんな中でも来てくれてありがとうね。はい、今後出るブルーレイ等で経験値上昇中を歌うかっこかわいいあさみさんと合わせてプラメモパートを保管したいと思います。あ、プラメモの映像、オープニングエンディングの映像が見れなかったということだったのでね、確かに。あとロングポテトの明太子味美味しかったです。やったーやったーやったそうなんです、今回ね、たくさん物販じゃない、なんて言うんでしょうね、ああいうの屋台みたいなのが出てた中で、私ロングポテトの明太子味を食べて美味しかったので、手書きのポップを書かせていただいたんですけれども、見ていただけたということなんでしょうか。嬉しいですね。美味しいよねあれ。私あれね、千葉のロッテマリーンズだっけなの野球会場に行った時にも実はあれ食べてて、2度目だったんですけど、なので他にも食べてないものあったので、どうしようかすっごい迷ったんですけど、あの時食べたポテトの味が忘れられなくて、これが食べたいって言って食べたのが実はあれだったんですね。はい、なので多くの方に応援していただいて、まずまずの大成功を収めたのではないかと自分的には思ってます。はい、なので段落はあるかもしれないですね。ある意味目標でもあったので、兄様に出てみたいなっていうのは私の中で目標でもあったので、また次の目標を探したいなというふうにも思いました。とりあえずはキンキンでね、早く今やさみダッシュを
抜けて9月の22日からは今やさみに戻りたいなと思うんですが、なのでね、最後の挨拶の時に好きなこと言っていいよ、受け止めるって言って受け止めたのは今井さんではなく今やさみダッシュさんということになっちゃいますね。うひ、みんな何言ったんだろう。正直あの聞こえるものもあったけれどもね、全部を聞き取れるわけではなかったから、みんな何言ったのかちょっと気になりますけどね。大多数の方は多分あの言葉を言ったんだと思うんですけれども、そうじゃない方とかはね、何言ったんだろうなって気になるところでございます。はい、というわけで皆さん本当ありがとうございました。以上ミンゴスだよお便りコーナーでした。ミュージックプレイヤー、このコーナーは今井あさみの新曲などをお届けしていくコーナーでございます。それでは早速楽曲聴いていただきたいと思います。朝焼けのスターマイン。心に咲く花が9月25日に発売決定。表題曲の心に咲く花や私が作曲したハートレターなど新曲3曲に加え、アレンジ曲1曲を含めた全13曲を収録しています。今の私が詰まった素敵なアルバムになっていますので、ぜひ聴いてくださいね。皆さんこんばんは。こんばんは。あ、声が聞こえましたね。どうも今井あさみです。今日は皆さんどこでラジオを聞いてらっしゃいますか？お家？旅先？物販待機？なんちゃって、この番組は歌とゲームをテーマにお送りしているウェブラジオ今井あさみの SSG です。ファミツー .com のほか、ポッドキャストや YouTube でも配信中です。みんなのライフスタイルに合わせてあなたに寄り添うラジオ今井あさみの SSG、 毎週土曜日0時に更新中です。もう9月に入っちゃいました。放送上ではね、前回ぐらいからもう9月には入ってたと思うんですが、私の的にも9月に入って各所で私の恥ずかしい写真の月が終わったんだなって思うとホッとしている所存でございます。どうも今井です。さあ、じゃあここで皆さんに私からのお知らせです。9月の21日月曜日祝日に11回目のソロライブワンダープレイスダッシュ、中野サンプラザで開催いたします。一般チケット発売中でございますが、こちらずいぶん中身の方が出てまいりました。かなり面白そうな出来になっているので、ぜひ、皆さんお誘い合わせの上来てみてくださいね。さらに11月22日日曜日にアコースティックライブを開催いたします。場所は横浜みなとみらいホールということでね、あの先日もこちらもセットリストが上がってまいりました。で、気になるところがあったらチェックしてねって、明日までにって言われたのが兄様中だったので全然チェックできなかったっていうね。だから多分ほぼほぼ出てきたセットリストのまま行くのかなとは思うんですが、もう一回ちゃんと見直したいなっていうふうに思いました。ね、なかなかできる機会がない会場なので、心
起きなくというか、なんか気になることは全て消化してから臨みたいと思うので、締め切りは過ぎてますが、もうちょっと伸ばしたいと思います。はい、というわけで番組では皆さんからのメールを募集しています。ふつおたや MMP など各コーナー宛に送ってください。宛先は SSG のホームページに書いてあるアドレスから、題名に各コーナータイトルを、本文にハンドルネームとお名前を書いて送ってきてくださいね。次回の配信は2015年9月19日土曜日となっています。もうその週はあれですね、ワンダープレイスダッシュがある週なので、結構私テンパってるかもしれないですね。いやでも楽しいと思います。ライブって楽しいね。ぜひ皆さんも、まだ迷ってる方もしいたら遊びに来てくださいね。お願いします。それではまた来週土曜日に一緒に SSG しちゃいましょう。お相手は今やさみでした。バイバイ。